ノリオ！神様を見てください。たっ飛ぶべき寺を血で汚すとは許しておけん。連綿と続く知恵が眠っておる地に火をつけようとするなど言語道断です。なぜ襲われたのだ。ここは民の希望の地。大風が猛虎を洗い流すよう皆で住職と共に祈っておりました。しかし今や住職は消え、豊玉随一の宝、寺のご本尊まで奪われる始末。兄が生きていれば、僧たちが逃げ出すことなどなかったのに。兄君に代わり、寺を救おう。ご本尊は猛虎に盗まれました。住職は？近しい僧と避難を。無事だといいのですが。皆を手当てします。孔明様は無事でしょうか。猛虎は湯を恐れているのか。荒らされているところはないようですね。ふん、硫黄の匂いを嫌うのか、浸かると病になると思っておるのか。恐れたままでいてほしいものです。対馬の湯には力が湧き上がる不思議な効用がありますのでね。俺も探してみよう。猛虎は湯を恐れているのか。荒らされているところはないようですね。ふん、硫黄の匂いを嫌うのか、浸かると病になると思っておるのか。恐れたままでいてほしいものです。対馬の湯には力が湧き上がる不思議な効用がありますのでね。俺も探してみよう。孔明様は無事でしょうか。猛虎は湯を恐れているのか。荒らされているところはないようですね。ふん、硫黄の匂いを嫌うのか、浸かると病になると思っておるのか。恐れたままでいてほしいものです。対馬の湯には力が湧き上がる不思議な効用がありますのでね。俺も探してみよう。孔明様は無事でしょうか。杉寺の住職だな。なぜこの地に。豊玉で民を束ねていましたが、猛虎に襲われ敗走を。大きな戦であったゆえ足跡をつかめるといいが。集落がこの近くにあります。行ってみよう。すでに行った。猛虎に攻め入られておったが追い返したぞ。ならば住職はそこに。孔明様は以前も姿を消したことがありました。僧たちの間で大きないさかいが起きた時のこと。発端は何だ。恥ずかしながら詳しく覚えておりません。孔明様が戻らぬため総出で探しに出ました。見つかったのか。隠れておいででした。いさかいを止めようとしたのでしょう。
事態は良くなったのか。いさかいに意味はなかったと一度気づかされました。そうおっしゃればいいものを。耳を貸さぬ者には行動で示せ、孔明様の教えです。孔明様はお一人で口寺を束ねております。もし何かあれば皆が逃げ出してしまう。よし、百姓の家に行くぞ。煙、村からです。人の数が前より増えてると思わない？そりゃそうでしょ、多くの神社が倒されてしまった。津島が猛虎に乗っ取られた。かわいそうに、お坊様が何をしたの？お侍様、大変です。住職は？あの家に隠れておられましたが、猛虎が火をつけて。奪われたことあったか？ないな、地頭様が槍川家と戦った時です。まさか、住職。どうして、すべて燃やしてしまう？違います、孔明様ではありません。腕をわきまえて。志村さんのお芋様なら安く倒れはしないだろうさ。二人が一緒ならそうかも。水を蹴からだ。一人ずつ潰せるぞ。そんなこと言うなよ、考えたことない。藁の寝床、うん、湿り気も。逃げおせられたのでしょうか。藁を濡らして身にまとい、裏口から逃げたな。生きておいでかも。この方角へ行ったようだ。きっと生きていらっしゃる。足跡が深く広くなっておる。走ったんだ。加減はせんぞ。誰かが怪我を負った。血の海だ、急ぎましょう。調べてみました。血がある、飛び降りたの。
滝の裏に洞穴があるぞ。そんな、まさか。助けられなかった。住職がいなければ僧は逃げ、寺は落ちます。我らの負けだ。それは何だ。これは法華経、ご自分の血を使って書かれたようです。さながら自世の句か。法華経には誰もが仏になれるとあります。豊かな者も貧しき者も。それが今はの言葉。残された皆を思ったのですね。寺の僧に見せよう。住職の意志が伝わればとどまるはずだ。孔明様が血でお書きになった法華経です。住職の声が聞こえませんか。猛虎に立ち向かえ、そして諦めずに踏みとどまれと。我々が住職のご意志を継ごう。櫛寺は落とさせない。炎上様がお守りくださった寺が、その弟と酒井様に再び救われると。手を結び猛虎を倒すぞ。そう説き伏せたのか。納得したものの恐怖心が勝っております。仕方あるまい。皆はどこだ。川辺で洗濯や水浴びを。誰かがこちらに来ます。猛虎、死にに来たようですね。一人だ。まずは出方を見よう。クロード、そして守り手の弟だな。お前らにことづてがある。申してみろ。クロードと坊主どもは大藩に立てついた。下ればこの地は見逃してやる。拒めば全て焼き尽くす。降伏などするものか。ならば死んでもらう。川辺に僧が逃げ切れるでしょうか。我らで守ろう。無理です。ご本尊と法華経を守らねば。僧の命より価値あるものか。俺だけでは救えぬぞ。何百年もの教えが詰まった寺ですよ。見捨てられません。代わりに僧が焼けるぞ。寺を守ることが私の務め。ならば残れ。僧を助け連れて戻ろう。猛虎が来る。川から離れろ。Yeah.
不届き者、地獄に叩き落としてやる。ノリオ、もう子供を向こう岸に追いやりましょう。ノリオ、どうした？なぜ寺を離れた？寺は立て直せます。命とは違う。では寺による僧を守るぞ。行きましょう。皆の者、ついてまいれ。
様。これだけの大敗ならば猛虎が戻ることはなかろう。こたびのご恩決して忘れません。一人で戦ったのではないぞ。しかしあのお叱りがなかったら大勢が死にました。これからどうする？杉寺に戻ろうと思います。猛虎を倒すためお主の助力を超えるか？無論です。杉寺が総出で力をお貸ししましょう。明石まで会おう。早く本堂を調べましょう。そんな。兄は寺を守った折に二つ名を授かりました。本尊を守れず無念であったな。しかし戒めは得ました。救えるなら救え、なれど全ていつか散りゆくと。形あるものは消えても教えは残るな。出ておったな。見返りは何と約束された？断れば殺されるだけ。今は守り手の弟だけが頼りです。ノリオを知っておるのか？戦支度をしております。お連れいたしましょう。急げ。さあこちらです。あれはノリオが知ってのことか？杉寺を奪い返すまで猛虎に疑われぬよう従うふりをしようと。あやつが言ったのか？ええ、あなたを手本にしたと聞いています。クロード様から学んだことをよく話していますよ。道中様、なぜお戻りに？クロード様です。ノリオは港中におります。猛虎の気を引け。そして小勢を両脇に送り込む。木を隠れ蓑にするのだ。酒井様、皆の者、酒井様とお話をしてまいる。よく来てくれました。こちらへ。杉寺を奪い返すつもりらしいな。稽古を積みました。十分なほど。見知った顔がおったぞ。明石島の者です。櫛寺にも使いを送りましたが誰も来ておりません。あんなことがあってはな。櫛寺がおらずとも寺は奪えます。あやつらが戦えると思うか？我らでこと足ります。ならばなぜ巻き込む？杉寺を奪えば戦に加わったおのおのが島中に話を広める希望の使いとなれます。それは我らではできぬこと。皆の力で勝たなければなりません。いつ攻め入るのだ？夜明けに仕掛けます。クロードと共に杉寺へ参ろう。おお、兼太の木はお仲間だけで取り戻したのですよね。心もとなく思いましたか？死の恐怖とは痛みや知らぬ者への恐れでしかないと学んだ。僧兵も同じように考えます。特に兄は里い方だったのだな。兄にもいてもらいたかった。そばにおるはずだ。
皆に好かれておるのだな。兄の七光です。杉寺に攻め入るわけも知っていますしね。ここの民は下方者だ。街道を外れましょう。こちらへ。寺は杉林の向こうです。そうは捕虜にされておるのか。いえ、すぐには殺されないよう猛虎に従わせています。考えたな。間もなくです。息を吸え。止めたままでは戦えんぞ。わかりますか。我らも長い付き合いになるからな。ノリオ、クロード様、急ぎ駆けつけました。串寺が味方とは心強い。杉寺と明石は串が一つにまとまりました。山門から攻めるのか。はい、その隙に両脇から敵を囲みます。俺はどうする。あなたは策に構わず思うままに戦ってください。みんな離れずについてきてくれ。Yeah!
取り戻したな。ここで暮らしていた時は兄も奉神も住職も生きておりました。今日からまたやり直せばよい。本堂へ行きましょう。何か壊されていないか確かめなくては。さあこちらです。ノリオ、酒井様。どうした。この中に入ってはなりません。何があるというのです。いかなる害を受けても失うわけではありません。外側は無事のようですね。何も盗まれていないじゃないか。ね、ノリオ。兄さん。の。牢から連れて行かれた時、てっきり。モコに全て教えれば。お前だけは逃がすと言われて。俺は生きてるよ。傷一つない。住職のことを言ってしまった。法神、櫛寺、赤島も。構うものか。ずっと耐えてきた。会いたくてな。こんな姿で生きられない。生きてくれ。ノリを頼む。やれ。酒井様、よろしいですか。ああ。ハーチという名だそうです。そいつが兄を生きたまま焼き、手足を切り落としました。ハーチとやらは死んだのか。まだ息をしてる。ノリオ、兄君は守り手らしく勇ましく死んだ。どこがです。ハーチの所在は私が突き止めます。その後手を貸してください。いいだろう。雪が降りやんだら
別れを告げます。どこだ？炎上の遺灰を墓へ持って行きました。南の山の上です。探してみよう。助かった。兄の炎上は寺にこもるよりも山野で過ごすことを好みました。あの猛虎の百個鳥ハーチは見つかったのか？この近くの砦にいます。ノリオ、杉寺を束ねられるのはお主だけ。考えたくありません。敵討ちは僧の務めではないぞ。そうである前に弟なのです。ならば手を貸そう。一人で行くな。お望みなら。ハーチはどこだ？小児砦に。そやつで間違いないのだな。必ず探し出して慈悲を壊せます。聞く耳は持ちませんが。もし立場が逆であれば炎上は敵討ちを控えるように思う。つまり私が死に兄が生きていたらということですか？その方が良かったのに。俺が代わりに切ろう。杉寺へ戻れ。私が決めたことです。だが同じ鉄を踏むなよ。同じ鉄？あなたとこの戦で変わってしまった大勢の鉄だ。この先で小児砦を見渡せます。私もすでに変わっています。あなたに教わったことを生かしてハーチを追いました。人相はわかるか？その辺の猛虎と同じ人殺しの顔です。機会は一度しかないぞ。一目見ればわかります。奴を見つけたら迷わず切り伏せろ。犬め、ここから離れろ。ノリオ、腹が減ってるだけなんです。どうか命だけは。ノリオ、ただの野党だ。それでも今は許せなかったのです。少しは懲りたでしょう。
進めば浄土に往生し、引けば地獄に沈むのみ。今のは兄がこの薙刀に刻んだ言葉です。櫛寺を賊どもの手から守った後に。守り手になった時か。炎上の苦しみは計りがたいが、お主に会うため耐えたのだ。兄は最後にこうつぶやきました。間違っていたと。何がだ。わかりません。ハーチュに最後の言葉はない。苦痛の叫びだけだ。休んでおいた方がいい。明日のために。そうしましょう。少しでも力を養っておかないと。ノリオ、どこだ。砦が燃えておる。ノリオは何をした。酒井様、お助けを。あ、大変です。何があった。ノリオが見かけた時は祈りが届いたと思ったのですが。杉寺へ戻れ。あとは任せろ。これは地獄のようなありさまだ。誰の所業だ。ノリオです。正気を失ったようで。勇気があるのか。燃えろ、その罪ごと燃えろ、人殺しめ。怒りで薙刀を振ることはないと申したであろう。クロードと同じことをしたのです。おかげでハーチは死にました。杉寺の山門はもう開けません。この汚れた手では。どこへ行く。わかりません。火をつけた時、奴はまだ生きていました。私は叫び声を聞きながら喜びに包まれた。猛虎と同じです。もはやそうではない。やすやすと諦めるな。この島は未練や叶わぬ約束ばかりだ。だが守らねばならん。お主は杉寺最後の僧兵であろう。こんなことをしたんだ。かつての私には戻れません。元に戻れとは言っておらん。お主が信じた道からそれず進んでほしい。ありがとう、酒井様。杉寺で待っておるぞ。